では、お時間になりましたので、セミナーの方を始めさせていただきたいと思います。改めまして、本日はお忙しい中、ご来場くださいまして、ありがとうございます。日テソリューションズの今村と申します。えっと、本日ですね、えっと、企業における業務効率化、BPR の新しい姿とはという形で、JAL 様と一緒にですね、ことをさせていただきます。でこちらあの、の生成 AI を活用したですね、ま、業務効率化で、ま、実際にどういったサービスで、どういった活動をしているのかっていうところをですね、中心にお話しできればなというふうに思ってございます。 本日、ですねすみませんあの見、見られて困るものはないんですけども、一応、ですねあの撮影禁止という形にさせていただいておりますので、あの弊社、あの本日、ですねあのブース構えてますので、もしあのもう少し詳しく聞きたいよということがあれば、えー、とぜひですねブースにご来場いただければと思ってございます。はい、では早速なんですけども、えーと、セミナーの方に移らせていただきます。 改めましししして私日ソリューションズの今村と申ままますすよろしくお願いいたします、えっとま、ずですね、ちょっと最初に弊社の簡単なご紹介させていただければと思っております。日鉄ソリューションズと申しまして、あの日本製鉄のですねグループ会社になってございます。であの鉄の会社があの旅行っていうのはですねよく言われるところではございますけれども、弊社、実はですね20年ぐらいですね旅行システムに関わるでさまざまな、えー、と企業様と取引をさせていただいております。 でえー、とその中でも本日お話しさせていただきます AI 特に生成 AI というところにつきましては弊社の方でえっ、ー、でシステム研究開発センターという R&D 部門を持ってございましてこちらの方であで今流行りのです、ねまあ、チャット g p t をはじめとする生成 AI 出てくる前からです、ねまあ、自然言語処理といったそういった技術要素をです、ね、ずっと研究してございました。 であのまあ、昨年、おととしぐらいからですね、チャット GPT が出てきて、まあ、そこから爆発的にでさまざまな企業様からの、えー、とお声も頂戴しているといったようなところでございます。本日、そういったところも、ですねちょっとあのこれまでの AI の変遷とかも踏まえて、まあ、今後どうなっていきそうかみたいなお話もできればなと思ってございます。でちょっと僭越ながらでですすねね私先日あのトラベルボイスの方にもです、ねあの ご出展、ご出展記事にしていただきましてあの、ぜひですね、まだご覧になられていない方は見ていただけたらなというふうに思ってございます。はい、で、本日なんですけども、えーと、今のイントロダクションを踏まえまして、最初は冒頭ですね、豊島の方からお話しさせていただいて、その後日本航空様の方から PPR のです、ね、取り組みのご紹介、最後、パネルディスカッションという形でお話しできればというふうに思っております。では、最初、豊島の方からよろしくお願いいたします。 はいえー、ニティソリューションズの豊島と申します、えー、と先ほどアジェンダでありました前半パートですね、えー、生成 AI であったりとか LLM の,のトレンドの部分私の方からご説明させていただければと思っておりますがまず簡単に自己紹介を挟ませてください、えー、改めまして日ティソリューションズの豊島と申します、えーとまあ、あれ私あの 弊社の流通サービスの部門の中で AI に関するビジネスの事業客の責任者を担当しております。簡単に経歴書かせていただいてますが新卒で弊社入社しまして7年ほど某ネット企業様の大規模システムのプロジェクトマネージャーなどを務めさせていただいてそこでまあ 当時でいうと新しいあのアジャイル開発みたいなところを取り組みをさせていただいた後にですね2016年頃からデータ利活用の領域に移ってきまして2017年あのまさに、えっと、ソーシャルリスニングであったりとか、えー、が行り始めた頃から自然言語処理みたいなところとあとは画像解析音声解析みたいなところに、まあ、いわゆる AI 領域と呼んでいる領域のコンサルタントあとはプロジェクトマネージャーあとは私自身もソリューションの企画やっておりますのでそういったところのプロダクト マネージャーというところを務、えー、めてきております。はい、というところで、まあ、エーアイの領域、あの。 7年8年やってきている人間ですので AI の良いところも悪いところも含めていろいろ理解している人間とあの見ていただければと思っておりますはいそれでは、えっと、私のパートですね、えー、生成 AILLM 活用の現在地と未来ということで、えっと、大きく2パートに分けてお話しさせていただこうかなと思いますまず前半はですね、えっと、この技術のトピックといいますかトレンドのお話で後半は我々が、えー、お客様にあの提供させていただいているソリューションのお話というところでお話しさせてください 次お願いいたします、はい、で早速、まあ、生成 AI と LLM のこれまでというところであのチャット GPT 流行ってますっていうスライドにしてるんですけど早速スライドと違うことを話します <laughs> 何かと言いますとおそ、まあ、らく生成 AI が流行っているチャット GPT 流行っているということは皆さんあの百も承知な部分だと思います、えー、どちらかというとじゃなぜ流行っているのかというところを皆さんご存知でしょうか ちょっとここの部分についてちょっと触れたいなと思っております。で、えっとまあ、なんでこの生成 AI、特に LLM ですね、注目をされているのかと申しますと、端的に言いますと、旧来型の AI の課題を解決する技術となりうるからですと。じゃあ、旧来型の AI の課題って何かと言いますと、えー、大きく、もう精度とコストです。 えー、旧来型の AI でいうと結局、えっと、精度を上げるために膨大なコストをかける必要があって結局 ROI が出ないんですねで、えっとまあ、旧来型の AI で代表されるのが、まあ、ディープラーニングといわれる技術ですけれどもあのご存じの方も多いかもしれませんが、えっと、自分たちで結局学習データを集めてでそれをもとにモデルを学習をさせて精度を上げていかないとなかなか活用が出ないと。 でここにやっぱり膨大に時間とコストがかかってしまって結果 ROI が出ないというのが旧来の課題でしたでこれを解決する手段の一つとして LLM というのが登場して注目をされていますじゃあ LLM が何者かといいますと、えー、LLM という言葉、まあ、大規模言語モデルというものになるんですけれども、まあ、この言葉の通り事前に大量の質のいいデータを学習済みのモデルになりますですのでえっとこれまでは モデルを使うために自分たちで学習をかけなきゃいけなかったところがすでに学習されたモデルが提供されているとご理解くださいですので、えっと、使う側としては、えー、自分たちで学習を極端な話させずともある程度のタスクをモデルに解かせることができるとこれが LLM のすごいところですで注目を浴びているという形に至っていますでその結果冒頭の話に戻りますが ROI を出しやすくなった結果あの、講談の話につながりますが、BPR の領域で、えー、活路というところは見えてきているという形になっております。はい、次のページをお願いします、はい。というところであのトレンドの話に移っていきたいと思います。まずちょっとグローバルの話からさせてください。えっと、まずですねあの大前段としてちょっと日本の 市場におおける生成 AI、L L の活用は遅れております。世界から。えーまあ、いろんな要因あるんですけれども一つの大きな要因は、まあ、日本の文化的な特徴もあると思うんですがやはりリスクに対する懸念の風潮というのが強く出ております。一方で進んでいる国として米国韓国を挙げておりますが、まあ、こちらも考え方の違いですねあの競合優位性を取っていくというところに重きを置いているがゆえにユースケース 技術的用としてこの2か国非常に進んでおりますという状況になっております次のページお願いしますあここ飛ばしていただいて大丈夫ですと、はい、なった時にあの少しこう未来の話といいますか日本市場にまだこう落,ちあの落とし込めてないんですが将来的に日本商でで盛り上がってくるだろうという技術トピックをいくつか本日お持ちしておりますトピックあの多岐にわたるのでえっと、一旦ちょっと本日で言いますとこの3つに絞らせていただきました 1>, 1点目がマルチモーダルという技術で2つ目にエージェントという技術、まあ、自立型エージェントなどとも申しますあとは3つ目に専用 LLM という話です続いてはちょっと中身の話をさせてくださいい次お願いしますはい で、潮流の一つ目ですね。マルチモーダル。まあ、言葉自体は、あのー、お聞きになられている方も多いかなと思います。えー、いわゆる、いわゆるこの LLM が扱えるデータというのは基本的にテキストでした。えー、例えば、メールの本文であったりとか、マニュアルに書かれているテキストの文章みたいなのがメインでしたが、直近、GPT-4O でしたり、あとは、ジェミ i c クロード3というモデルが出てきたことによって、音声であったりとか、動画、あとは画像ですね。 これらを扱えるようになってきてきいますとで例えば、これはあくまで一例ですけど動画の要約をさせるであったりとかあとは画像からその画像の特徴を抽出するとかこういったものができるようになってきていますというのがまずマルチモーダルという技術の潮流になります続いいてお願いします。 で続いてがエージェント、えー、ともしくはこう自立型エージェントという技術領域になりますこれ,これちょっとあの難しいので丁寧に説明したいと思いますが、えー、と簡単に言いますと、えー、生成 AI に、えーまあ、いわゆるプログラムの処理を全部考えさせて実行させるという考え方の技術になりますで、えー、とちょっと左下の絵がちょっと見づらくて大変恐縮なんですがえっ、ー、と まあ従来型のこうソフトウェアアプリケーションというのはこう処理フローみたいなのが決まっていてでそこにロジックがあってそれ通りに順番にしていったら最終的にアウトプットが出るというような形だったと思うんですけれども左下の絵のように例えばえっと何ですかね旅行の日程を決めてくれという指示を人間がすると生成 AI がじゃあえ天気の情報が必要だねえカレンダーの情報が必要だねで顧客の属性だったり思考の情報が必要だね。 こういったものを生成 AI 時代が考えて集めてきて旅行日程を最終的にアウトプットしていくこういうロジックまでも生成 AI に委ねてしまうこの考え方がエージェントになりますでさらに未来の話をしますとこの右の絵になります例えば旅行領域で言いますとレンタカーの領域あとホテル予約フライトの予約それぞれのエージェント これを束ねる、えー、汎用エージェント。まあ、親エージェントみたいなものが現れてこう。旅行に行きたいんだけど、っていう問いをすると、車の予約からフライトの予約まで全部整えてくれるようなエージェントが登場するんじゃないかというところをまあ、海外では呼ばれてたりします。はい、これは2つ目のエージェントの潮流の話です。次お願いします。はいで3つ目最後ですけど、専用 llm という話ですで。大きくトピック2つあります。 1一つ目が、えー、先ほど申し上げたとおりモデルが直近いろいろ出てきている中で、えーまあ、使うデータによってこのモデルがこの,モデルあの,このタスクが得意であったりとかあの傾向が出てきています、えー、逆に言いますと1つのモデルで解決できないことが結構増えてきていますでこの,右,側の右上の絵ですねこれ海外での1、えっと、プロダクトにおけるモデルの使用数の統計情報になるんですけど 1>, 1つのプロダクトでモデルを1個しか使わないなんて例はですね、もはや0%です。で、見ていただいた通り、もう3個以上使い分けるというのが当たり前になってきているという状況になっています。でもう1つトピック、左上に戻りまして、えっと、2ポチ目ですね。えー、汎用的な LLM で解けないような問題が発生してきていると。じゃあ、そういったものはどうするかというと、これまでの,そのディープラーニングの話みたいな形に戻るんですけれど、 そこに対してはそのドメイン特化のモデルを作って対応していく、えー、そういった専用 LLM みたいな話が海外で出てきていますという話になります、はい、ここ飛ばしていただいて大丈夫です、はい、ところが少し未来の話を見据えた海外トピックの話ですじゃあこれを今度日本の市場で見たときにどうなるかというお話をさせていただきます次お願いしますはい これ簡単にですけど、日本の市場、生成 i の市場ですね、えー、っと分析するというところで、私の方でペスト分析をかけさせていただいたものです。ちょっとポイントを絞ってお話をさせていただきます。えー、政治の動向、あとは社会動向、技術動向、この3つについてお話しさせていただきます。えー、まず、政治動向ですね、えー、日本で生成 AI の活用が遅れているところに、まあ、リスクの懸念という話があったと思うんですけれども、えー、日本、やはり法整備が遅れております。 例えば EU でいうと EU の AI アクトが施行されていたりあとはアメリカの特定の州では AI の規制法が出てきたりしてますが日本は法規制明確には今ございませんで当然経産省の方で AI 事業者ガイドラインのバージョン1がこの4月にリリースされましたがあくまでまだ観点提示っていう。 ここに留まってますので、ここに対する動向は、えっと、日本の特徴としてあの持、ー、ちしておいた方が良いところかなと思っております。で続いて社会動向ですね。こちらはもう日本の社会情勢のあの特徴かと思いますが、やっぱり労働人口の減少、社会的生産性の 低下というところで合わせてしっかりここを下支えさ,さ,さ,させていく技術として、えっと、生成 AI あの活用していかなきゃいけないってうが高まっているかなと思っています。で最後技術動向ですねこちらについては、えっと、後ほど詳細をご説明させていただきますが、えっと、技術の移り変わりが非常に激しい中でラグと呼ばれる生成 AI の知識量を底上げする技術が 非常にトレンドとなっております。後ほど詳細ご説明できればと思います。次お願いします、はい でえっと、少しあの日本におけるユースケースみたいなところを整理をさせていただきました。よくあの我々からあのお客様にコンサルテーションさせていただくときにこういった4証言の上でご説明させていただくんですが、えっと、横軸にですね左側から技術的に低難易度のもの高難易度のもので縦軸が、えー、どういうユースケースに適用するかというところで下があのいわゆる社内活用、まあ、EX 向けで上が、えーまあ、エンドユーザー向けです、ね。 形で4証言を切ってまあ、こういった形であのー、やりたいユースケースをマッピングして推薦あの推進していくことをお客様向けにはあの推奨させていただいております。次お願いします。はい、でまあ、こういった領域も難易度に合わせて、あのー、じゃあどういう戦術を当て当て込んでいくかというところは結構変わってくるため、我々の中ではこう4。セグメントに分けて今対応している形になっております。次お願いします。はい、大きくこうサービス担。 単独で解決できる領域あとはサービス活用と個別開発を組み合わせる領域というところが左半分の領域ですねでまだまだ個別の開発が必要であったり研究開発が必要だったりする領域というところをもう定めながらあの記載のユースケースみたいなところを我々としては今取り組ませていただいております後ほど一部事例をご紹介できればと思っておりますお願いしますはいで、えっと、基本的には先ほどの4象限の絵であのまずは左下 低難易度でかつ社内で試せるところからスタートされる企業様が多いですという中で、まあ、こういったお悩みをお持ちの日本の企業様大変多いですというところの絵になりますまず最初に悩まれるのは生成 AI 使いたいもしくは例えば上から使えと言われるんだけれどもどう始めていいのか分からないでまずつなずかれる企業様も多いかなと思いますでそこでまずやれること 大半がが、まあ、チャット GPT 社内に入れてみよううとということ、えっと、多いこ多ですでただこれだけだとですねやっぱりうまくいかなくてですね次のステップになっちゃいますが、えっと、使い始めてみたものの意図したやっぱり精度が出ないとか結局使い方がよく分からなくて利用者が増えないみたいな悩みに次たどり着かれるお客様が大変多いです。でそこからあの先ほどお話ししたラグと呼ばれるこう精度を上げていくような技術を取り 込んでえっと、しっかり業務にインプリしていくことを考えていかれるお客様が多いんですがただ、そこに差し掛かるとです、ね、また新たな悩みが生まれてきてこのラグと呼ばれる技術を使った仕組みをユースケース個別個別に作っていくと非常にコストも時間もかかると果てどうしたもんだというところで困られているお客様が多いというのが日本市場の今今の傾向かなと思っております次お願いします。 はい、というところで、まあ、我々あのまさに左下から上っていかれるお客様向けにあのご紹介させていただいている、まあ、ソリューションというところであり、L、LL アップマーケットというサービスを、えー、今、ご提供させていただいております次お願いします。 と,いうところでここからわれわれの提供させていただくソリューションの中身のお話をさせてください。アリエレルムアップマーケット、すみません、ちょっと私が甘噛みしそうなので、皇族アリとお話をあの、略称でお話しさせていただければと思いますが、このアリ、えー、昨年、すみません、との3月ですね、今年の三月に、えー、と弊社と、えー、ベンダーのオルガナイド社と,、えー、と代理店契約を、えー、結ばせていただきまして、5月のほうにプレスの発出をさせていただいております次お願いします。 はい、でオルガナイズの会社紹介簡単になんですけれどもも、えっともと、まあ、アメリカで言語処理をなりわいにして立ち上がったスタートアップになりますでそこから韓国そして日本に市場を広げて今この3カ国で活動している企業になっていますで今日本にホールディングス持ってきている形になってますので、えっと、事業主体日本に移ってきていますということになっております次お願いします でまさにこのオルガナイズのサービスいろんなお客様に使っていただいておりますというところです。次お願いします。はい、ちょっと言葉していただいて大丈夫です。はい、じゃあ、このありが、まあ、どういうものなのかというのを簡単にご紹介させていただければと思います。えー、キャッチコピー左に書かせていただいております。えー、選ぶだけですぐに使えるオールインワンでのエレノアプリのプラットフォーム。と、まあ、いうことは、あの一言言うとこうなってくるんですけれども、何かというと、えー、簡単に、 選ぶだけで使えるようなアプリケーションが用意されているという話あとは簡単にアプリケーションが作れるという話あとはそのアプリケーションに流し込むデータを簡単につなぎ込めるという話になります詳細このコーナーでお話し,します次お願いしますまずアプリを選ぶという話ですええーまあ、LLM の活用でまずつまづかれるお客様の中で多いのがやはりこう レールミどう指示したらいいのかわからない一般的な用語で言いますとプロンプトという言葉がありますいわゆる生成 AI に投げる指示文のことですけれどもこれがもうすでにアプリケーションという形で用意されたプリセットアプリが千1 0 0個ございます例えばメールの文章を作るであったりとかビジネス文章を要約するであったりとかあとはちょっとニッチなものになりますが薬器法のチェッカーであったりとか景品表示法のチェッカーとか こういったものがすでにプリセットのアプリとしてございますというのが一つ特徴になります。次、お願いします。次、アプリを作るという側面です、はいえー。こちら2点ご紹介させていただきます。1つはアプリを作るとなるとどうしてもやっぱりコーディングの式って非常に高いです。で、このあり上でアプリを作るところのえっと画面が右側の絵になるんですが、えっと、基本的にノーコードで GUI で画面アプリケーションを作れるようになっております。ちょっと細かいのでちょっと見づらい部分あるかと思いますが例えば質問を受け,付け受け取ってこれを要約をさせるという箱を置くだけでその要約をしたものをもとに回答を作るという箱を置いてこの2つつなぎ合わせるだけでチャットボートができるようなイメージになります。次お願いしますもう一つのの特徴は先ほどあの グローバルのトレンドのところに触れましたが、いろんなモデルの使い分けというのが今後、見せられますが、まさにこのアリはですねいろんなモデルが使い分けができますと、えーまあ、最新のモデル、GPT4O ミニでしたりとか、4O、あと j e m i n i CROD3、こういったものがすでに使えるようになっていて、このアプリケーションといいますか、このサービス上で選んでいただく、最適なものを選んでいただければ、それを使っていただけるという形になっております次お願いします。 最後つなぐという部分になります、えー、すいますすせんあのここまで引っ張ってしまって申し訳ないですが、えー、ラグという技術がやはり日本のトレンドになっています。これ何かと言いますと、えっと一言で言うと LLM の知識量を底上げする技術になります。えー、次お願いします、えー、冒頭お話ししましたが、えー、LLM の、まあ、いいところでもありこれ悪いところでもあるんですけど事前に大量のデータを学習済みであると。 これ逆に言うとですね学習したもの以外のものの知識が入っていないことになります。じゃあそこをどう解決してあげるかというところの誘致性としてこのラグの話があります、はい。下がラグの仕組みになっております。本当に簡潔にちょっと書かせていただいている部分になりますが、えー、基本的にそのチャット GPT などの仕組みは上に該当しますがエンドユーザーの方が質問をすると直接 LLM にその質問が行って LLM がそれを解釈して 自分が持っている知識の中から回答を返すというのがラグなしのパターンですじゃあラグがあるとどうなるかというと質問するとその質問をもとに一回例えば自社で持っているデータベースだっ,てあったりとかドキュメントのストレージなどに検索をかけに行きますでこの質問に該当しそうな最新情報みたいなものを引っ張ってきてこれを質問文と検索結果 これを組み合わせて先ほどお話しした LLM の指示文プロンプトにとして LLM に投げますですので LLM は質問内容にプラスして知識が足された情報状態で解釈をして最終的に回答を生成するとこういった技術がラグというものになります次お願いしますでまさにこのラグの技術が搭載されたのがありでして例えば社内のドキュメントを、えー、アップロードしていただけるとそのアップ ドキュメントから検索をかけて回答を生成することができます。当然、アップロードもできるんですけど自動で取り込みもできますというところが次のポイントになります、えー。いろんなサードパーティーと連携の口がありますので、例えばシェアポイント、ボックス、まあ、いろんなサードパーティーのサービス連携していただいてデータを取り込んでご活用いただけるという形になっております。以上が簡単なサービスのご紹介となります。 でちょっとここからですね実際に物を見ていただいた方がいいかなと思いますのでデモンストレーション今村の方から説明できればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらってこの画面。 すいません。ありがとうございます。今、あの豊島の方からですね。ご紹介させていただいた。あのラグ。 を使ったところっていうのであの今回あの私、出身が鹿児島でしてあの、鹿児島の観光局の方にですねちょっとご依頼させていただいて、特別に今回のデモ用に使っていいよというようなところで、であのデモをですね作らせていただきました。まさにあの観光局の皆さんが作られているこういったパンフレットですね、こちらのようなあの資料というものはもうあの皆さん、あのまあ、社内のドキュメントみたいなところに置き換えていただいたりだとか、皆様は普段ご活用いただいているような業務資料みたいなところに置き換えて、 考えてていいたただけたらなと思ってございますで先ほどあの豊島からありました通り、もり本当にですねドキュメントの方をアップロードさせていただいて、あのー、作ったものがこの簡易的なアプリになってございますで実際にですねちょっとここに例文もあるんですけどもこちらもあのちょっとすいません回線があれなんですけどもこちらのようにあの子どもにおすすめの観光スポットを教えてくださいっていうような質問を投げるとですね あの先ほど投影しましたあの資料を引っ張ってきてこういったものがございますみたいなところでまああの文章のところの内容もですね引っ張ってきたりだとかあのそこに該当するようなドキュメントこういったものをあの表示させていただくといったようなものが本当にあの資料をですねアップロードするだけでできますといったようなものになってございますでこちらの内容については LLM であのよく言われるハルシネーションと呼ばれる LLM が嘘をつくような ものがあるよっていうようなリスクに対してですね、こういったドキュメントも一緒に表示してあげることで、その回答が本当に正しいものかどうなのかみたいなところもですね、一緒に解消できるようなサービスになってございます。 であのちょっと詳細は割愛するんですけども、まあ、最初からです、ね、このドキュメントをアップロードして、あの100%回答できるというものではあのございませんので、あのここはです、ね、あのチューニングの方うを、まあ、ユーザーさんの方でもあのできるような仕組み、セットであのご提供させていただいておりますので、まあ、の AI を育てていただくといったような機能もセットで,です、ね、ご活用いただけるような形になってございます。 で他にもあのいろいろですねあのでも含めてあのご準備してございますのでもしあのご興味ございましたらブースの方にあのご来場いただければというふうに思ってございますはいじゃすいませんちょっと簡単ではございますがイメージ少しでも持っていただけたらなと思っておりますはいではここからあの日本航空さんの方にバトンタッチさせていただきたいと思います。 実際にこのアリを使ってですね、まあ実際にあの今 BPR でどのような業務をされているかというところをお話しいただければと思っております。はい。はい、あ、皆様おはようございます。えっ、ー、と私日本航空の山田と申します。えー、しばらくお付き合いよろしくお願いいたします。 えっとですね、では今日はあの BPR のあのまあ弊社の取り組みのご紹介およびまあその中で今あのご説明あったあり LLM アップマーケットどのように使っているのかというのを少しご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、でまずはですね、まあ少しだけなんですけども弊社のご紹介だけさせていただきます。あの弊社まああの会社名通りですね、飛行機を飛ばしてあの乗りいただいている会社でして、まあ事業の規模としては大まかにこんな感じになっております。 あの路線数が199と書いてありましてで、1日あたりの飛行機の数、トンネル数がです、ね、1000便くらい、大体いいこれあの、明確な数じゃないんですけど、国内線で800便くらいで、国際線で200便くらいと、まあ、大まかな数としては聞いております。はい、で、従業員数ですとか、乗り入れ国とか、まあ、このような数字になっております。であとは僭越ながらちょっと <laughs> 少し私の自己紹介なんですけど私はですね2018年に日本航空弊社の方に入社をしましてその後、ですね、まあ、部署名としてはずっとデジタルってついてるようなとこばっかり回っておりますが私、別にあのエンジニアとかそういう専門の人材ではなくてでもともと事務系の文系の人間です。出、は、身、いえー、はですね、まあ、先ほどあの今村さんの鹿児島としてたの私は岐阜県でして今日ちょっとツーリズムエキスポなので <laughs> 右に。あの あのガデンインスイということですね。あのご当地 PR だけさせていただきますと、あの私あのえっと近所でウカをしてまして、あのそういったところに育ちました。あの小学校の近くであのやっていてですね、もうあの社会科見学みたいな人生のうち何回も武将さんの家に行くっていうのはそんなところであの育ってきました。であとは下にあるのこのあの。 あえてちょっとユネスコになんか指定されたので書いてみたんですけどもあの夏になると郡上踊りという盆踊りをしてまして年間30日くらいやってましてです、ねまあ、お盆になると徹夜でやるというところで。 ちょっとあのこの写真もどっか撮ってきてないんけど私がこの間自分で撮ったものでこれで大体午前3時くらいなんですけどまあ大変多くの人が来てまして今年は特に多くてですねなんかオーバーツーリズムってこういうことなのかなとかと感じてあの日々過ごしておりますがまあそんなところで育ってきましたという私になります。はい、でちょっと本題に戻りまして、えーと今日 テーマにも挙げさせてていいいただいている BPR とということなんですけども、まあ、BPR ってそんなにあの普段使う言葉でもないと思うので一旦ちょっとここで言葉の今日の,あのこの場でのっていう意味で言葉の定義だけさせていただきます。えー、とで BPR という言葉自体はあのビジネスプロセスリエンジニアリングっていうこれはまあ何か検索でもしていただければ出てくる言葉かと思いましてまあこれこれ自体は多分まあ定まっているんですけど、まあ、具体的にでもカタカナじゃなくてどういうことよとなると、まあ、これはあ,のあくまで弊社ではっていう理 理解なんですけども、ビジネスプロセス改革ですとか、ちょっとあのちょっとここで活ツンイしてないんですけど、まあ、業務効率化ですとか、そういったことをあの BPR と呼ぶようにあの定義しております。もちろんこれは会社さんですとかによってはあの違う、若干違う捉え方をあのしているところもあるかと思うんですけど、まあ既存の業務を良くするというようなことでご理解いただければよろしいんじゃないかなというふうに思っております。 はい、で,では、弊社で日本航空でなぜこの BPR に取り組んできたのかというところですね、少し経緯だけご説明させていただきます。えー、日本航空、ご存じの通りですね、2010年に経営破綻をしております、ですみません私自身もちょっと入社する前のことなのであの、生の感覚としては分からないところもあるんですけれども、いろいろあの調べてきましたもちろんあのニュースとかでも出てたように、経営破綻をしたからには、会社としての外科的なあのいろんな改革というのはあのやりました。ももちろん人員整理ししていますし先ほどの事業の の整理もしておりますで一方でさかではそこはまあ外科的な処置なんですけどもそこから立ち直っていくためにということで、まあ、内面的なあの構造改革もしていこうというのが当時出てきたというふうに聞いております。 でこれはあの今でもそうなんですけどこの真ん中に今書かれています JAL フィロソフィーというのはまあ経営理念ではないですね行動指針社員の行動指針ということでまあ、こういう考え方をしてあの仕事をしていきましょうですとかこういう考え方で生きていきましょうみたいな我々あのをあの手帳としても持っているものがあるんですけどもそういったあの内面的な考え方を変えていこうというところとともにですね右下に少し書いてあの赤く書いてあるんですけども弊社のあの企業理念ですねああのの一番最初にあの jal グループは全社員の物心両面の幸福を追求しと書かれています。これ事業会社なのに、のお客様じゃなくて、自分あの社員のことをまず最初に書いているんですね。これまあ、なかなか賛否両論とかいろんなご意見はあるそうなんですけど、ですけどもまあ、事実としてはこう書かれています。はい。でこれをま2010年からこんな内面的な改革をしてきた中でなんですけども。 その後です、ね、2015年にではそれを実際にその物心両面の幸福をより追求していくためにワークスタイル変革働き方を変えていこうというのを、まあ、当時社長だった植木というものがです、ね、こういうことを言い出しましたで、まあ、いろいろ生産性とかあの中,にはあの中には書いてあるんですけども一番大きいテーマとしてはです、ね、年間の1人当たりの業務時間労働時間を1850時間にしようというのをこれも数字として掲げました。 1,850時間で皆さんちょっとだけ計算していただきたいんですけども一日8時間働きますよねあの、まあ、あの会社によって違うと思うんですけど定時って大体8時間かと思います。で、えー、と52週間ありますので52週間かける土日で考えるとまあ大体104日。 土日だけで休みがあって祝日入れると1230日休みがあるのでそうすると8時間かけるとそれだけで2000時間いくんですよねでこの1850というのを実現するためには、えー、残業をほぼ全くせずかつ有給休暇がですね、まあ、何日か与えられたらですねそれ全部消化してようやく達成するくらいの, <laughs> あの水準なんですけどもここまで、えー、業務効率を上げていこうというのをまず数字としてどんと掲げました。ここれをじゃあ達成するために何をやっていいくかっていうことう でですね、まあいろんな改革をしました。まあさっきの意識。 考え方をもそもそも変えようというのもありますしあの、まあ、当時まだ10年何年前なのでまだまだ紙も使っていたというところをですねあのできるだけまあ電子化だったりとか、まあ、そもそもその業務やらなくてもいいかもしれないですしとかそんな働き方をあの変えていこうとをやりましたでその中の一つとして先ほどの業務プロセス改革 BPR というのはあの位置づけられてきたっていうのがてあの経緯になりますなので何か BPR をやるぞってやってというよりかはちゃんと一応その1850時間 てていうののも含めてですね、まあ,あの明確に目的ですとか向かうあの道筋があってこういったものを始めてきたというのがあの一つの経緯になります。まあ、ですのでこのまあどうしてっけ BPR の本題にさらに突っ込む前になんですけども実際にこの まあ今ではより一般的になっていると思うんですけども弊社ではあの基本的にはオフィスのデスクはですねフリーアドレスになっておりましてでこういったことも当時はやっていなかったでもこの働き方改革ですとか生産性を上げていく中でという文脈でこういったことも取り組んでいますしで同じようなあの位置づけで業務プロセス改革 BPR も取り組んできたというのがあの流れになります。 ではですね、じゃあこうもう少しここから掘り下げていきますと、では弊社で、これもあくまで弊社でということになるんですけども、BPR を取り組んでいくときに、業務プロセス改革をしていくときに、どんな考え方をしているのかというところのご紹介になります。でまずこれ、基本的な考え方として、BPR とか、なんか、カタカナとか横文字が出てきてるんですけども、その前に基本的には、まず既存の業務を泥臭くなくすこと、減らすこと、変えることを考えるというのが、これ、基本になっています。あれ今日はなんかあの、 AI とかそういう話なんじゃないかなというのはちょっと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけどまずいやそれよりもまずはこういうことを考えていますでじゃあ実際にどのような流れでやっているかというと大まかにはこんな感じでして我々は大まかには上流工程と下流工程という形で大まかには概念として分けていますで一つまずはですね何をしますかとここがまあ非常に泥臭いんじゃないかなとあの我々としては思っているんですけどもまずはじゃあ何か量も変えるという時にいきなり何かこんな手段とかこんなデジタルの ツールを使ったらいいんじゃないかって入るんではなくてですね、まずそもそもその業務ってどうなってますかっていうのをあの見える化しましょうよ、可視化しましょうよということをやってます。で、それにどうやってやるかと言いますとですね、まあこのやり方の一例なんですけども、じゃあ,あるどうしましょうかね、営業部でも IT 部でも何でもいいんですけども、そこの業務をなんとなく効率化したい、すごく残業をしているから業務時間を減らしたいってなった場合はですね、じゃあその部長さん、課長さん オタクの業務全部書き出してくださいって言ってもうエクセル表みたいな形にですねあの1個ずつ書き出してってもらいますで書き出した後にじゃあそれを部下の人たちに見せてですねじゃああなたはこの業務自分で何時間やってますかどのくらいの頻度で1日だったら1日何分やってますか、まあ、年に何回かの棚卸し方だったらそれどのくらいの頻度で何回何時間くらいかけてやってますかっていうの見えるかあ書き出してで最後ま,あまとめてグラフなり何なりで見えるかするってことをやっています,でそうするとあれ ここだけなんか時期的に業務が偏ってるよねとか言えるようになりますので,でそういったあのディスカッションを真ん中でします何が問題かなっていうのをあの、えー、自分たちで考える、まあ、我々もちろん伴奏をするんですけどもそういったことを取り組みしますでその後にじゃあこの業務がまずいなと思ったらじゃあ変えなきゃねえでもどう変えればいいっていうところでその業務がじゃあ今どんな手順でやってますかっていうのを見えるかします。 はい、でここまでが上流工程ということで、まあ、ある意味下ごしらえだと思います。でその後ようやく下流工程ということでじゃあそれ課題は分かったと何をしなきゃいけないかも分かったのでそれどうやるっていうことでようやくここであの、まあ、AI も,そうでもう含めですねいろんなデジタルツールっていうのが出てくるっていうことが。 なりますただ、これあの、青いところの右上に書いてあるんですけど、業務の見直し、運用変更って書いてあるところもありまして、先ほどもあったように、BPR は基本的になくす、減らす、変えるので、なくすなり減らすなりで済むんだったら、別にデジタルツールなんて入れなくてもいいと思ってるので、それで済むんだったら <laughs> そうしましょうということで、でも、それで変えるの、最後の最後の週の変えるっていう段階で、えー、ツールなり何なり使っていきましょうって、そんな考え方を基本的にはしていますすもちろんんん変ええるに行くことが多いいででけど、まあ、そういう考え方をして取り組んでおり組おます。 はい、でこれもあくまで弊社の考え方なんですけどもではこの変えるとかこの手段の中で有力な打ち手というか有力な考え方ということで、まあ、弊社としてはこの EUC というエンドユーザーコンピューティングという考え方をまあこれだけでは限定しているわけじゃないんですけどこれはあの割と強く使っていますでこれ何かと言いますとですね、まあ、先ほどのアリの説明でもあったように、まあ、ノーコードローコードで、えー、とユーザーが要は IT 部門の人がエンジニアじゃなくて、あの実際に使う本人たちがですね。あのロボットですとか、何かその IT ツールというのを開発できるというようなものを、そんなあのことをよく取り入れています。で実際に出てるのはこの UI パスっていうのは、このあの RPA でロボットで。 量も自動化すするといいううツーールかサービスですし、まあ、右はよく CM とかでも出てるサイボーズさんのキントーンとかこれはまあ情報の受け渡しを効率化しようですかこういったものもこれは誰かに作ってもらうんじゃなくて使う人をユーザー自分自身が作ってくださいねっていうようなそんな考え方をして割と取り組んでいるというのはありますもちろんこれが絶対正しいわけじゃなくてそうじゃないケースもあるんですけどもあこれを基本的なまずこれでできるか考えてみようみたいなそんな取り組み方をしております。はい でですみ、ね、ませんちょっと図がずれてしまっているんですけども、はい、でそんな取り組み方で,です、ねえー、と我々としてはかつてはではどんな部門にこういった PPR の,の,の取り組みを入れていくのかというのが2つありまして1つはです、ね、このボトムアップ型ということであの上から さあやれっていう号令をかけるんじゃなくてですね皆さん何かお困りがとないですかとか自分の目の前の業務困っている人を手挙をげてください一緒に我々と改革していきましょうみたいなあのまあ間にあのよろず相談窓口と言われてるんですけどあの困っている人を何でもいいから我々に相談してくださいっていうようなあの形ですねあの草の根から改革していくっていうことをまずやりましたで一方でちょっとこれ下の方はですねトップクウンダーの方ということであのまあ先ほど申し上げ上から上からというかあの例えばさっきの部長さん課長さんくらいからですねあの もううちの組織を何とかしたいからみんなでやろうってやろうと号令をかけてもらうってやるっていうのをこの,あのトップガウン型ダウン型と一応我々を呼んでいるんですけどもこの2手に分かれてですね当初はボトムアップ型から始まったんですけどもまあそこそこ我々もあの実績ですとかのやり方が分かってきたところもあるのでだったらもっとどんどん横に横にとか上に展開していこうという形で、えー、取り組んでいるというそんな流れをとっております。 でちなみにちょっとだけ余談になるかもしれないですけどこのボトムアップ型のこのよろず相談窓口っていうところもですねどうやって最初始めたのかといいますとまああの アンケートフォームみたいなものでみんなあのやりたい人を投稿してくださいみたいな感じにしたんですけどこのよろず相談窓口を最初設置したときにですね社内に一応アナウンスメントをするときに、まあ、こんなちょっとすみませんちょっと細かいので全部読んでいただかなくてもいいんですけどもあのこんな感じでアナウンスメントを流しましたでこれはあくまでもこれも弊社基準なんですけどかなり柔らかい書き方をしていましてあのこうの設置したので ど事務的な話じゃなくて困ってることを相談してくださいというあの言い方にしてですねあの弊社レベルで弊社基準では相当あの何でもいいからあのなんかその改革をしましょうとかっていう話じゃなくて皆さんが楽になるためにはとか皆さんの仕事を自分の仕事をよくするために何か一緒にやりませんかという呼びかけ方をしてですねここはだいぶ心を砕いてあの目線を一緒に合わせてということは取り組ませていただきました。はい はい、で戻しますとなんですけども、はいでまあ、そんな形でいろんな経緯ですとかあの取り組み方の工夫はしながらですねここまで BPR に弊社として取り組んできましたで2015年にそういった考え方を始めましてで今のよろず窓口というのはです、ねまあ、22年に始めましてで2023年にはですすねあのここに出てます、ね、67組織で、まあ、約約3万時間くらいの業務効率化というのを実現したというのが実績としては出ています。 はいでまあ、今後なんですけども当然ですねこれまあそこそこ我々たちも一応あの小さいながらも手応えは感じているのでこれはあのもっといろんな組織に展開していきたいいわゆるノウハウの横展開というような形でですねあのこの効果をどんどんよあの広げていきたいと思ってますしで今までは 業務の効率化だったので例えば10万時間かかっていった仕事を3万時間あ7万時間にしましたというあのそれだけで十分成果だったと思うんですけども本来であればやっぱりこの浮いた3万時間をですねなんかあのただの削るだけじゃなくてあのより価値を創出するようなあの時間に使っていきたいなという価値創出のところでも考えていきたいなというふうに考えています。でこの えーまあ、いようやくこの緑のとこは実現できたので右の横軸のところでその横展開というところと今の今までの業務効率化だけじゃなくてあて価値を生み出すということで縦の方の方展開もしてていいいきたいなというう今狙っまますで、まあ、ちょっと一旦縦のところはいろんなアプローチがあるのでっていうのがあるんですけどもでも横展開をするにしてもですね、まあ、今まではこの67組織だったらさっきの自動化ですとか、えー えーとその情報の共有キントーンを使ってみたりとかでなんと,とかなってたんですけど広げていけば広げていくほどニーズですとか求められるソリューションも対応になってくるのでちょっと。 他にも武器が欲しいな他にもツールがないとしんどいかなというふうに我々も正直思ってきましたでそんな中であの本題にも持ってくるかもしれないんですけどもまああのえーニテストリューソンさんにもあのご支援いただきましてあり LLM アップマーケットの導入トライアルをまずやってみましたというのが現在地になります。 でもちょっとこの,あのツールの説明は先ほどもあったのであの細かい話はともかくとしませんですけども実際にじゃ弊社でどうやったのかといいますとまだこれは新しい話でして先日6月中旬からです、ね、8月くらいまで,です、ね、あの弊社の方でこのアリのです、ね、トライアルをやってみましたでこれは別に私がやってたたという話じゃなくてです、ね、あの弊社の中の財務部ですとか今出てる広報部ですとかいろんな部門にあ,の、まあ割と広めに声をかけてです、ねまあ、40人くらいの,あの社員にアカウントを 割り振ってであの、とりあえず作ってみてよ、やりたい業務やって、あのこれあので作ってみていいからやってくださいっていう形で渡してみました。で、できたアプリがですね、今、まあ、40個くらい大体できまして、もちろん出来がいいものとか、とりあえず作りましたっていうものもあるんですけども、あのノータン含めて40個くらいできました。 はいでえー、でそれぞれみんな自分たちの困っているものを作っていいですよということなので、まあ、作ったアプリの内容もあの外からの問い合わせ対象のアプリを作ったりですとかあとは自分たちの散逸している文書の検索につく使ったりですとか、まあ、あのやり方も自分たちで考えてもらっていいんでという形で、えー、作ってもらいました。でもちろんでただアカウントを渡しただけではいきなり作れないとも思うので我々もまあマニュアルあの渡したりですとか今後、まあ、も日テレソリューションズさんにあの えとご支援いただいてまあ人によっては個別にちょっと支援もしたりですとかっていうのをやりましたでこれもただ一方で一律じゃなくってユーザーの何て言うんですかねそのもともとリテラシーとかに合わせて濃淡をつけてやってみたっていうのがこのトライアルの概要でしたはいでまあちょっといきなりあの振り返りになっちゃったんですけどこれで2ヶ月やってみて結構分かったことがありましてまずはですねこの さっきもご紹介あったようにこの脳行動とかで作れるよっていうところですと確かに作れましたあのいきなりマニュアル渡しただけで私がちょっとこうあとはあの口頭でですね30分くらいこのアリの説明を使い方の説明をしただけでもアプリ作ることは作れましたで私自身も作った時に大体早いもので5分 10分くらいでアプリ作ることはできましたでこれはもうはっきり分かりましたと。でかつですねさっきも出てきてたようにでき適用できる使える業務の範囲も結構幅広くってそういう意味では可能性はかなりあるなというふうにあの分かりましたとで一方でまだまだ課題も当然あるかなと思ってまして0から1のアプリを作ることは5分か10分でできたんですけどもそのアプリまだできただけなのでより良いものにしていくにはあのやっぱりこれはユーザー任せだけではちょっとしんどいところもあるかなというふうに 思っていますあの本当に業務に耐えられるレベルなのかみたいなそこの磨き上げみたいなところはま,あまだあの 今今のところもあくまでこの2ヶ月のトライアルの中だけではちょっとまだ見えないところもありましたし、じ逆にそれをどうやどういう支援をしていかなきゃいけないのかとか、あるいはま支援なしでユーザーだけでそこの磨き上げをしてもらうにはどうすればいいのかっていうのはまだ手探りでやらなきゃいけないなというふうに思ってます。はい。でそういう意味ではそうですね。あの課題の2つ目に書いてあります通り、これはあの別にそのアリが特別な話をしているわけじゃなくてですね、だいたいこのあのいろんな 世の中の中さっきのエンドユーザーコンピューティングのツールみたいなやつもエンドユーザーでできるんだけど適当な適切な支援というのは当然必要でして。弊社でもさっきのあのあ ロボットの RPA の UI パスというものであってもう均等というのも結構幅広く使ってるんですけどもそのアカウントとかライセンスを渡してそれ,それだけじゃなくてですねあの社内でちゃんとサポートの体制を構築したりとかしてますのでもうこれはやっぱり当然のこととしてあの生成 AI だろうが何だろうがあのやらなきゃいけないことはやっぱりやらなきゃいけないんだなっていうのはここはあのまあ改めて分かったというのがあるかなと思ってますで意外な気づきということでこれはまあ気づきというか結構収穫だったんですけどもとはいえこのエンドユーザー に任せて 作作りたたいものをっっってみてよってみよやったらですねこれアリってさっきの生成 AI を作って使うツールのはずなのに自分たちですねある部門が本当に私たちの作りたいアプリ何なんだろうとかってあと本当にあの業務に生かせるものって何なんだろうってやった結果ですね結局生成 AI を使わないアプリを作ってしまったんですねでこれはあのアリの機能上できるんですけどもでこれは非常に面白いなと思ってましてであの言うかと言いますね要はこのの BPR 考え方でいくと 別にその生成愛を使うことは目的じゃないので要はあの業務が良くなりゃそれでいいわけですよね。でそこをあのエンドユーザーが噛み砕いてそこに向かってくれたっていうのは非常に我々あの私としては面白いですしここは結構嬉しい話だったかなと思っています。で、まあ、最後にもあるように、まあ、ユーザーがこんな使い方もできないあんな使い方もできないかって結構考えてやってくれてるのでこれはもうあの、まあ、もちろんアリ自身で効果が出てるっていう部分もありますしまあ,あの、えー、と社員の。 ユーザーザの考え方業務への見方考え方を変えてくれるっていうきっかけにもなってるんじゃないかなとちょっとまだまだトライアルなんでこれをより深めていかないといけないなとは思ってるんですけども現時点の振り返りとしてはこんなところを考えてます、はい、でまあこれ、まあ、も,うもう十分話してしまっているんですけどもではこのじゃあありのトライアルの評価としてはなんですけど、はい、BPR で効果を生み出す道筋は少なくとも見えてきたなとこれは使えるんじゃないかっていうのは巧妙ははっきり見えてきたかなと。 思ってますただ一方で、まあ、今サポートが必要とかいろいろお話しした通りこのアリー LLM アップマーケットは当然魔法のツールじゃないですし生成 AI っていうのも夢の技術ではないのでこれどうやって使っていくのかっていうのは非常に重要なんですけども、まあ、でもあのなんです、ね、白黒01とか白と黒で良かった悪かったって話じゃなくてやりようはあるなっていうのは、まあ、少なくとも間違いなく見えてきたかなというふうに考えております。 でまあ、ちょっと最後はありの話になったんですけれどもまあ全般の話としてこれはあくまで私のあの日本航空である一企業のかつあのその中での BPR っていうの担当者の私のあの個人的な考えなのであの別に一般論では全然ないと思ってるんですけどもまあまとめとしましては私いつも取り組んでいる時はああのまあ、今散々言いましたようになんですけども、まあ、技術とかです新しいツールっていうのは別にこれ使うことは目的ではなくて手段なのであというところですね。あの まあこれはあくまで BPR の担当者だから言うのかもしれないんですけどそれを入れることが目的じゃなくて言えばそれを使ったりですね使いこなして何かしら効果を出していくというのが目的なのであの究極に言えば使わ,なくてもいいか使わなくて済むんだったら使わなくてもいいかもしれないしでも使えるんだったら徹底的に使って効果を出していくというのを見ていかないいけないかなというふうに。 思ってますでそういう意味ではなんか生成 AI とかで、ね、てこれからもなんか新しい技術で出てくるかもしれないんですけどなんかとりあえず使えば何とかなるみたいなのってあんまないんじゃないかなって私は思っていて、まあ、どんな技術もそれをどうやって使いこなすかっていうのを考えなきゃいけないしでそれはあのもちろんいろんなご支援とかいただきつつも究極的には自分だったり自社で考えるしかない。 取り組んんでいいいしかなななじゃないかなって私と私てては思っていますでもう一つはですね、まあ、BPR をやっていくについてこれはちょっと弊社のやり方の場合はなんですけどもこれはもう成功するかどうかとか最後までやれるかどうかというのはマインドセットが8割くらいかなと。 持ってますと私の上司に言ったら「じゃあお前残りの2割何なんだ?」って言われたんですけど、まあ、残りの2割はですねじゃああの BBR をやるんだって自分たちの業務をよくするんだって決めてもらったらこ8割は本当の私それで終わりだと思っていてじゃああとはじゃやること決まったらやるためのさっきのツールの使い方を覚えたりとかって学習はスキルアップっていうのはやらないといけないそれはあと1割くらいかなと思っていてでもう一つはまあじゃあその覚えたスキルで手を動かして何か作ったりとか進めていくっていうことかな と思ってますなのでもともとスキルある人だったら別にそこ1割ないんでなんかマインドセットが9割いけとか8割5分かもしれないんですけどまあでもあの考え方が定まればですね、まあ、あとはある意味ではやるだけっていうことになるので、まあ、そういうことなのかなと私としては 思ってますでそういう意味ではあ,のあくまでさっきの弊社のくどいんですけど弊社の考え方としてはあのじゃあさっきのアリにしても均等にしてもあの正直わた私側は別にスキルが高いわけじゃないんですけど。 まあ正直あの山田さん作ってよって言われたら作ってあげられるアプリとかツールもあるんですよね。まあ、だけど私作ってあげるんですけどそのまま差し上げなくてですね、はい、同じものを真似して作ってくださいっていうふうにあのちょっと意地悪なんですけどやってます。でもその方があのそ,のそのツール単体だったらいいんですけど後であのでいろんなあの他の業務を使ったりですとかより発展させていくって時に。 ワンタイムだけで差し上げちゃうとう意味がないので、まあ、ちょっとあの大変あの山田は嫌なやつだと思われているかもしれないんですけど、社内的にはそういう取り組み方をしてます。というような、えー、そんな感じになります。はい、ちょっとなんかあんまりまとまってはいないんですけど、一旦私のあのご説明、ご紹介としては以上になります。ありがとうございます。 ありがとうございます、えっと、最後ですね、まあ、パネルディスカッションという形で、えっと、お話できればなと思ってますのでちょっと会場の設営させていただきます。 なるべくライブ感を出すために事前打ち合わせはしないようにしてきたので <laughs> どこまでお話できるかがあるちなみに私あの他の登壇者2名が地元話をしたので私もしていいですかあでです私あの地元が長崎県佐世保市でしてあの観光で言いますとハウステンボスがすごく有名なんですけどハウステンボスが実家から あの見える場所。かつ車, <laughs> 車で5分ぐらいのところにいまして。はい、あのー、私も観光地に住んでますってアピールさせてください。<laughs> はい、ありがとうございま,し,ました。いや、ありがとうございます。九州。いや、鹿児島と長崎とか九州っていうと、ちょっと東京に来ると、<laughs> 一緒だねって言われるんですけど。めちゃくちゃ離れてるんで、あまり共通の話題ないっていうのが。九州あるあるなところでございます。はい、すみません。 あの最初ですね、まあ、パネルディスカッションといった形で、まあ、いくつかテーマ用意してるんですけど、まあ、あの皆さんからもしご質問いただけたら、ですねこういうこと聞きたいみたいなものがもしございましたら、途中でもですねあのぜひあのいただければなと思ってございます。 ちょっとあの最初、最後にあの山田さんの方からもあったんですけどもまあ皆さん、分あの BPR だとかこういう AI 活用して業務に適用してみたいなまあ推進される側の皆さんだと思っております。でまあこういうところでまあちょっと AI を用いたといったところでまああの日本航空さんの中でも最初あのお話しいただいたとき AI チャット GPT のまあ基盤を作って。 全社,社員に展開してるんだけどもまあなかなか利用者がえと増えないんだよねみたいなそういった課題感とかもあったかなみたいなところはあると思うんですけどもまあこういった AI とか BPR みたいなところをまあ社内で促進していく中でまあこういった推進側というか管理者側に求められていること重要なことって何だと思いますかというようなところをですねお話しいただけたらなと思ってますがいかがでしょうか。 そうですね、これはユーザー側の,あれです、ね、あの期待値みたいなのをコントロールするのが結構大事かなと思ってましてあの AI 私もあのこ,のこの業務してなかったらそう思うと思うんですけど AI ってなんかすごいツールだみたいな,なんか何でも解決してくれそうだって思うん はずなんですよねでも実際そんなことないと思っていましてでも現実そうだと思うあのそんなことないと思うんですよ。そうするとまあそうですねちょっと私はやっぱり BPR 目線になりすぎかもしれないんですけどそれ何に使いますかみたいな話をしていかないとなんか AI を使えそうなところをひたすら探して入れていくっていう話と、うん、いやいや何かやりたいことがあって手段として AI 使うみたいな全然アプローチが違うかなと思っていてですね。で 別にどっちが正しいとも思わないんですけどただ前者だとがっかりされることが多いかなあれも使えだけど便利になってないじゃんとかよ,よくあるなんか使えないシステムとか使えないツールみたいなのってあるじゃないですか世の中に別に使えないウェブサイトとかもあるかもしれないですけどなんかそこじゃないかなって機能じゃなくてそもそも何実現するかしから入っていかないとちょっとできるにはできるんですけどがっかりしちゃうんじゃないかなっていう。 さにそこら辺豊島さんあれですよね僕たちとしても、まあ、システム提供する側としても、まあ、AI 活用したいみたいな、まあ、幅広いテーマの中でやっぱり業務フローを一緒にやらせていただいて、まあ、どこら辺がみたいなそういったアプローチします。 ですね。あのおっしゃっていただいた通り、まさにあのまあ、ex もそうなんですけど、我々お客様としてま cx のシステム構築の中でえー、まあ ai を使って何かやりたいんだ。ご相談いただくことは結構多いです。で、あの、先ほどの山田さんのお話と重複するんですけれども、やっぱりそうなったときにやっぱりまず。 やりたいもの達成したいものって何だっけっていうのを最初にコンサルティングさせていただきますでそこに向かって最適な技術が AI になることもありますしそうじゃないこともあるというところはまさにあの ご意見同じだなと思ってて聞いておりましたでもう一点補足をするとすれば、えー、AI を推進するところの、えー、なんていうんですかね、あのー、少しコツがありましてやはり AI ってこ技術特性上不確実性が非常に高いですと、えー、当然先ほどの話のた通りうまくいくこともあればうまくいかないこともある、えー、例えば精度でいうと、えー、50杯になることもあればになることもあ 80%で100%にいかななことが大抵なんですねですので、えっと、ここを深口性が高いプロジェクトというところでステークホルダーとしっかり認識を合わせた上でここをうまくサイクロ回しながら制度改善などを含めてスパイラルアップしていく小さく実績を積み上げていきながら最終的に大きな世界につなげていくみたいなところのプロジェクトマネジメントみたいなことは結構やらせていただいていることが多いです。 ちなみに、まあ、ちょっとさっきあの AI っていう切り口から入るのもまあどうかなみたいなところがあったんですけど生成 AI になんか今までやってて向いてる業務とかってなんかあったりしまん、えっと、私の目線でお話をさせていただくとまず、えっと、先ほど4証言でお示しした。えっとまあ 下半分ですね EX 向けか CX 向けかというと間違いなくやっぱり日本でいうとです、ね、今 CX の事例少ないんですねで。これはやっぱり法規制の話だったりとかリスク懸念の話が多分に影響していますとで、えっと、じゃあ EX 相性がいいかと言われると、まあ、これもまたものによります、えー、先ほど今村から話があった通り生成やの特徴としてハルシネーションと呼ばれるそれっぽい嘘をつくという。 やっぱり事象がどうしても起きてくるので精度が100%ならないので例えばこうリーガル系のチェックに生成 AI を使うみたいなことは実は筋が悪いです逆に言うと、えっと、例えばコールセンターなどでオペレーターの方が過去の問い合わせ実績を探してきて回答のネタを見つけてくるこういったあの 正確性はある程度大事なんだけれども、100%じゃなくても、えっと運用者が咀嚼して、えー、活用できるようなこういったユースケースは相性がいいと思ってます。うんうんうん、ありがとうございます。そういう意味で先ほどの弊社の JAL の方でのアリのトライアルもですね、これ私あのとりあえず安全トライアルだったので安全策としてそうしただけなんですけど、一旦 EX 向きだけにしましょうかっていう用途はそこに。うん 限りました。で CX もやろうとしたんですけどやろうとしたところであそうするとこれそうなんですよあの言っておっしゃってたようになんかちょっと間違った回答したらどうするとかあとはあまあちょっとこれはまあ生成 AI というかこのツールの,の EUC の特性だと思うんですけどなんか止まった時に誰が維持管理するみたいな、うん、あのケアするみたいな話があったのでちょっとトレーヤルとしては1回その従業員向けにしましょうかっていうふうにあの仮置き。 してありますで,、はいそうで,すね、でまあありに限らずなんですけど弊社さんも CX 領域にどうやって入れていこうかって今まさにすごく悩んでいるところでして、はいまあ、間違った答えっていうのもあるし、まあ、間違わないにしても品質が維持できるのかって怪しいところもあるのでじゃあそれが許容されるところってどこだろうっていうのがなんか、うん、そうですねなんか技術的にという改善するのもあるんですけどユースケースどうしようってうところ今すごく まあ、直接私、担当じゃないんですけど、担当者は今、すごくそこ悩んでるところちなみに、この、まあ、トライアルあの、一緒にやらせてはいただいてたんですけども、まあ、AI、こういうサービスだよみたいなところもです、ねまあ、一緒にやらせていただいたりして、結構あの、僕のイメージとしては、当初の想定よりもあの幅広くですねあの部署の皆さん、協力いただいた,だいたなと思ってたんですけども。 ここなんか山田さん的になんかコツとかってありましたよねなんか協力を得るためのコツっていうのが結構 JAL さんの中でこういう新しい取り組みにもともと前向きだったのかみたいなさっきちょっとマインドの話とかもあったりしましたけどそうですねまあ前向きまあ保守的な会社ではあるんですけど まあ一応業務効率化っていうことで声かけて、あ、なんで、そうですね、これ別にありのトライアルしたい人で手挙げてってやったわけじゃない、なくてですね。うん、あの業務効率化の相談の中で、あ、それだったらこれ使えそうだと思うんでやりませんかって声かけた、こ,これは全てなので。あの、そういうかやり方をしましたが、まあ、でもその、そうですね、文書検索とか問い合わせ検索みたいなやつは。うん、そもそも割合、あの問い合わせの人は多かったですね。例えば財務部なんかって、まあ財務も経理もそうかもしれないですけど、ね。なん月末とか月初になると。 支払いいいをしななきゃいけないですよねでその問い合わせを各部署から今まで電話とかメールで全部受け付けてたんですけど管理できないし別にそれ別にマニュアルがある話だなのでそれなんか,誰かあの自動でいいじゃんっていうことでですねまあやってもらったりですとかですかねでも結構これそうですね財務とかこの空港の人たちは 私か、まあ、いないから勝手に言うんですけどリテラシー高めのらしいし <laughs> 広報部とか調達部っていうのはリテラシーそんなんでもなかったんですよでもこれは私たちもトライアルだったのでちょっといろいろ混ぜ込んでみましたでやっぱり必要なものとか違うのも見えてきたし共通のものも見えてきたしっていうのはそんな状況ですかねありがとうございますまさささに財務部のの方々はっっきあの山田さんの発表もあったよりあの先生結果 業務フローを描いた結果生成 AI 使わないっていうのを見事に作られた部署の皆さんでしたからね。 っていうのとあとやっぱ40個も作っていただいたっていう中でやっぱりちょっとあのテーマーからどんどんちょっとそれてきちゃってはいるんですけど、まあ、さっきアリーのところの、まあ、サービスのちょっと話になるんですけど、まあ、簡単に作れますっていう中でやっぱり作った後のまの、あ、制度向上みたいなところが難しいなみたいなところをお話しあったと思うんですけどそのほかでなんかこう、まあ、サービス使うにあたって EUC、まあ、に特化したようなサービス もも含めてででいいんですけど、まあ、ありのところで、まあ、こういうところをやっぱなんか難しかったなだとかここら辺ってもっと改善してほしいなみたいなポイントとかあったらちょっと是非ですね いいいいいととととこここころろばばかかかりででではななくてあのこういううももみたいなところもあればと思うんすすけどいかがですかねそうですねこれはまあ私もですしユーザーの声とも聞いてるんですけど、はい、まあちょっとあのアリ自体が新しいやつだから、まあ、これから全然改善していただけるってすごく期待はしてるんですけど <laughs> あの単純にインターフェースが見づらい,い <laughs> <で> <laughs> どこに何のボタ, <laughs> ボタンがあるか分かんないっていうのがありますとあとはちょっとそういう意味でまだそこまで踏み込めてないんですけど、まあ、改善精度を変えてあの良くするためには。 具体的に何をすればいいのかっていうところまで私も正直まだ理解が追いついていないので、うん、その辺のなんかロ,ジックロジックとは言いなさいしハウトゥーを整理できるってところは多分次の課題になってくるんだろうなとは思いますがおっしゃる通おそのある意味私は100%別に満足はしていないんですけどあの一方でこのトライアル中にもいろいろ改善要望を反映してくださったところもあったので <laughs> あのあ伸びしろと <laughs> <laughs> 考えています <laughs>。<laughs> 逆にこまあ,ありに限らずなんか AI っていうのはまあ言えばインプットデータもどんどん新しくなってきてアウトプットのまあできることっていうものをもどん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 やっぱりユーザーさんとしてはブラッシュアップしていきたいよみたいなそういったものがあると思うんですけどまあ豊島さん的にまあこれまでの AI のプロジェクトでメンテナンスというかどうやって精度を上げていってっていうのがまあなんか成功事例だとかこういうのをやってるお客さん多いですみたいなものがあったりしますか そうですね、えっと、まず、まあ、繰り返しになるんですけどこの生成 AI、な、ま、い、あ、しや LLM 登場以前以後で大きくこの運用の負担変わりましたというところがやっぱり大きなところであのチャットボットの運用されたことをご経験ある方だったら,もしたらお分かりかもしれないんですけど昔のチャットボットって、えー、会話のシナリオを組んで,で裏側で えっと、質問想定質問とそれと紐づく回答みたいなものをデータベースに組んでおいてでそれを、えっと、常にユーザーに答えられるようにずっとメンテナンスし続けるんですねでコストもかかるし運用も大変なんですけど生成 AI が登場したことによって、えー、例えば、えっと、QA のセットでなくとも社内のマニュアル、えー、それかもう機質の FAQ サイトこういったものを取り込んでもう 正直雑な形でデータベースに放り込んでおくと先ほどご説明したラグの仕組みでそこから必要な情報を取ってきて生成 AI が回答してくれるのでチャットボットの運用がめちゃくちゃ楽になったんですよ。うん、なので、えっと、生成 AI で今、運用が大変かというと大変な側面もあるんですけど昔を考えるとかなり楽になりました <laughs> というのが正直なところですありがとうございます。 そうしましまたたら進めさせていただいていいだちょっとパートナーに求めることをちょっとばさせていただいてちょっとさっきですねあの3つ大きくトレンドっていうのでマルチモーダルエージェント専用 LLM みたいなものが出させていただいたんですけどまあそれぞれですね今後期待するようなところだとか展望なんかこういったところに使えそうかなみたいなところも含めてですねちょっとざっくばらんにお話しできればなと思うんですけど。 まず最初にこのマルチモーダルっていうところあの先ほどまあ豊島の方からもありました通りもうやっぱり GPT 側だとかもうそのエンジン側で画像だとか動画っていうものもまあ多く取り扱えられるようになってきてっていう中でまあ何ですかね、まあ、今後こういった領域にもっとあの使えるのではないだろうかだとかこういったお声が増えるのではないだろうかみたいなところって普段豊島さんがやられてて何か感じられるところってあったりしますか そうですねちょっと私があの旅行ドメインだけを見ているわけじゃないのでちょっと他の業界の話もちょっと若干入ってくる形になるんですけどマルチモーダルでやっぱり期待されるところはやっぱり画像と。 動画っていうところはちょっと少し流れがきてますかね特に画像系の話で言いますと,、えっと大きく2つ話をさせていただいて、えっと、1つ目が画像の類似度判定ですね、えっと、画像をインプットに、えっと、似た画像を引き当てるみたいなことが結構トレンドで出てきていまして、えーまあ、例えば 小売さんの EC サイトをイメージさせてあのしていただくといいかなと思いますがこういう商品欲しいんだけどみたいなところの、えっと、例えば似た画像を上げるとそれと似た別の商品をレコメンドしてくれるであったりとかあとは、えー、これもまたマルチモーダルなんですけど、えっと、商品名分からないただ、えっと、あと商品の具体的なイメージも湧いてないんだけれども、えー、例えば動画サイトで悲しい ストーリーリの動画みたいなテキストで検索するとその文言とマッチするサムネイルの動画を引っ張ってきてくれるみたいなことが実現できてきているので。こういったたももものがししかしたら旅行業界でも ニーズととして出てて出くるる可能性はあるかなと思ってますもう一つマルチモダルで話があるのが、えっと、画像のからの商品のタグ付けみたいなものがありましてこれもまたあの小売系の EC サイドの例になってしまって大変恐縮なんですけれどもあのマッチング精度を上げるためにどうしても商品のタグをきれいにつけていくというところ今結構人力でやられてるお客さんがかなり多い中で画像から特徴量を見いだしてタグをつけてあげるこれがもう AI に任せられるような 形になってきてますので流行商材においてもそういったところが出てくるんじゃないかなというところは見込めるところかなと思いますありがとうございます山田さんの方はどうですかねマルチモードル音声だみたいなところでなんかここら辺行けそうかなみたいな私もまあ,あのこれはマルチモーダルなんだあのが今後来るだろうなと思ってますしまあ、周りも行ってるんですけども、うん、そうですよねそもそも でも別に専門家じゃないし技術の裏付けみたいなのは全くないんですけど別に生成 AI って最初はチャット GPT が出てきちゃってるからなんかあの文字を入れたら文字が出てくるみたいな考え方になってるとイメージになってると思うんですけど別にあれはチャット GPT がそうなだけであってそれをまたみんなが追っかけてるからああいうインターフェンスになってるだけであって生成ってそれに限らないよねと思うとですねまあ今出てたようなザオなり音声なりっていうのは当然やりようがあるんだろうなというふうに。 思ってます。ただ、ただ私はそ,このその技術の専門家じゃないのでそれはどうするのかみたいなのが全然わからないんですけど、まあ、そういう世界なんだろうなというふうに思っていますね。で、やっぱりそうですね。でまた戻ってしまうとじゃあ、それどう使うの何に使うのってところが大事かなと思うんですけどなんかそこの想像力って大事になってきそうな気がしますよ、ねうん、ありがとうございます。 今画像とか動画ってありましたけど音声とかだとやっぱ会議分析だとかまあ結構あのやられてるお客さんだとかまああの議事録を音声データを議事録化してみたいなところあったと思うんですけど他だとやっぱいろいろ今旅行業界の皆さんのお客さんも回らせていただいてやっぱ僕自身あのコールセンター周りだとかあのところでまあ音声データは貯めてるんだけどもまあ活用までは至ってないよみたいなそんなお話もいただいたりしているので。 そういったところにもですね、まあ、こういったところが活用できるのかなというのは思っているようなところでございます、ね、あいいいまますすすねでかなんかありますいや、そのふりをしていただいたということはこれだけは事前にすり合わせたあのネタで大丈夫なのか、ね、い<や>でと思ってもし可能であればちょっとご説明といいますかご紹介させていただけると大変助かります。 何かと言いますとあの世の中一般的に言われている VOC とか VOE とかまた最近で言うと VOM が出てきましたかねあの要は声の分析みたいなもので、まあ、C はカスタマーですね E はエンプロイヤーですしと M で言うとマーケット。 こういったものの分析に生成 i を使うというトレンドがかなり来ています。で、これまでの VOC 分析というところが LLM の登場で大きく変わりましたというところはもう記載の通りです。これまで説明させていただいた技術の話の中で、あの だいぶ包含されている部分になりますがコストが抑えられるで扱えるデータが大量になり期間も圧縮されるということで分析の制度自体がググッと上がってきてますというところで次お願いします。であとはは分析のの仕方も変わってきててきいまして、えー、昔っていうのはこうこ 要はお客様の声をいろいろ分類をかけていって要はカテゴリー分けですねかけていってこういうカテゴリーはこれぐらいの件数が来ているのでじゃあまずここに手を打ちましょうとかここで改善をかけましょうみたいなことがまあいわゆる定石だったんですけれどもそこからもう一歩仮説ベースでの情報単発掘みたいなところにアプローチがシフトしてきていて。 例えば、コールセンターで日頃あの対応されているオペレーターの方ってあなんとなくこう最近こういう問い合わせが多い気がするんだけどとかこれって数は少ないけど温度感高い問い合わせが多いなみたいなことの仮説をお持ちだと思うんですね。こういった仮説がじゃあ具体どういう問い合わせとしてきているのというところを探しに行くことが LLM 非常に得意です。いわゆる LLM で言うキーワーワド抽出だったりとか まあこれまた分類のタスクになるんですけどそういった使い方ができるようになってきていますそれが大きな変化になっています。時間の兼ね合いでちょっと急ぎ足になると思いますが定量分析こんな感じで生成できるようになっていますでイメージアップのために見ていただければと思いますこれ、えっと、実際にコールセンターの通話音声をです、ね、アップロードするところからスタートしてましてまず、えっと、オペレーターとカスタマーで和射、えっと、分離された形で文字起こしがされます。 で、えっとこれだけだと分析のしよがないんですね。あの大量な文章なんて、結局何が言いたいのかわからないのでで右上に出てますが、えっとこれを先生を使って。 と一言要約という形にしています。要はあのこの問い合わせ、カスタマーさん、何が言いたかったのというところが右上に出てきています。まここで言いますと、ファイルにあの誤字がある場合、えー、何々何何何みたいなところがえー、っとそうですね。要約文になっています。で、これをコールセンターに上がっている音声文全部かけていくとまあ、こういう要約文のリストみたいなのが出てきています。で、これに対してまた生成案の使いどころなんですが、カテゴリーの分類をかけてあげると。 でえっと、カテゴリー自体を先生に考えさせることもできますしマスターとして与えることも可能です。でこれ3階層で分類をかけてますが親家庭、子家庭、孫家庭この3階層で先ほど抽出した主質問といわれている要,要約をあの分類をかけていますで一番上の例が例えばパワーポイントと,と PPTX ですね,ね取り扱いはありますかみたいなところがあの質問としていただいている中でこれはデータに関データ操作に関するもの。 ご家庭でいうとファイル操作に関係するものご家庭でい、まあ、うとファイル形式印刷に対応に関するものだと分類がされるとでここまで来ると次最後可視化をするだけで,、はい、で分類に従ってこうどこに問題点があるのかを探しに行けるとでちょっと進んでいただくと下の方に、まあ、よくコールセンターでやらせていただく分析の仕方として、えー、通話時間あとは、えっと、件数このクロスマップでもっての、えっと まあ、カテゴリーの重点対応箇所ここです、ね、を見出していくみたいなところですね、まさに先ほどのクロスマップでいう右上みたいなところをユースティーゼンの性能高く対応していかなきゃいけないねというところができるようになっていくとで、さらに最後、これはもうおまけ機能に近いですけれども、あの可視化しているデータを最終的に考察してまとめてくれる。そして、まあ 今でいうと特定の観点になるんですけどその考察のもとにアドバイスをしてくれるみたいなところまで VOC 分析の定量分析としてできるようになってきてますというユースケースのご紹介になりますありがとうございますなん YouTube の広告みたいな感じで差し込みが入りましたけどはい。<laughs> すみませんああのー、じゃあちょっと いただいてまあ、そういった形で,です、ねまあ、音声だとか動画あの文字だけではないところも、まあ、データとしてです、ねまあ、今後活用できるだろうといったようなところでどうしうあと15分ぐらいなんですけどエージェント専用 LLM でいうとどうですかねこの中でいうと、まあ、エージェントっていうところは非常に分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、専用 LLM っていうところについて、まあ、お話しできればなと思ってるんですけど。 まあ、まさにあの旅行業界の皆さんもうあのスリーレターだらけっていうようなところでちょっと先ほどですねあ,のあったんですけども飛ばしたようなところにはなってるんですけど、えーとまあ、業界に特化したようなところっていうのであの金融の 特有の表現みたいなところで LTV っていうところ、まあ、あの一般的にはですねライフタイムバリューっていうところなんですけども、まあ、金融ならではの,の LTV っていう形でこの総資産融資不立比率みたいなこういったあのスリーレターみたいなところも多くございますとでまさにここら辺でも旅行業界の皆さんあの日々ですねあの独自のスリーレターみたいなところがあるかなと思ってるんですけども なんでこの専用 LLM っていうところがなんか注目されているのかみたいなところってなんかありますすはいいありがとうございますあのまさにこのスライドの通りなんですけど、まあ、専用 LLM が求められている理由は大きく2つですね1つは先ほど今村から話があった通りやっぱり専門用語だったりとか専門知識というところを特化したモデルというのがどうしても求められる。これはあの精度のの側面でですねあの 繰り返しになりますが LLM 一般的な知識には強いんですけどドメイン特化の知識に集中して学んでるわけではないのでそこに特化したモデルを制度側面で作っていくというニーズが1つです。まあ、目的が1つですねで。目的の2つ目はセキュリティの側面ですねこれは金融業界だけに限らず例えば先ほどお話があったコールセンターもそうだと思うんですけど 個人情報を扱う場合になかなか、えっと、モデル提供ベンダーにその情報を投げづらいというシーンがあります、えー、例えばそれこそ GPT を提供しているオープン AI 社の例が分かりやすい例になりますが、えっと、彼らあの設定であのオプトアウトという言葉を聞かれたことある方いらっしゃるかもしれないですがあの例えば学習利用させない設定だったりとかあとはあの。 与えたデータを、えっと、彼は第三者、まあ、ベンダーに、えっと、監査をかけさせているんですけど、まあ、そういったものを一応申請してオフにはできるんですけどそういった機能があ,のあったりしますなのでやっぱりそこをリスクと感じられるお客様については、えー、オンプレミスもしくはプライベートクラウドでの LLM を作ってほしいというニーズが出てきておりますというところが、まあ、目的として大きく2つある形ですね。あ,ありがとうございます どうですかね JAL さんの中でこの専用 LLM だとかっていうところはそれは私がこれから焚きつけたいなと思っているところでして <laughs> でもこそうなる、その流れが来るんじゃないかと私は読んでますと、はい、で今もちょっと出てきたかもしれないんですけど業務をやる上で別にその汎用的な,な GPT なんちゃらとかジェミニーとかである必要がないかなと思っていてですね、はい、自社のものでいいんじゃないの っていう思いますしでこれはちょっとまあ私も一応あのあの専門家じゃないと言いつつ IT 部門のところにいるのであのなんとなく話してるだけなんですけど今ってなんかシステム開発を自分たちの業務用のシステムを開発するときにまあ別に AI に限らずいろんなものを作ると思うんですけどで今後その業務用に生成 AI を中に組み込んでいくっていうと別にわざわざ生成 AI を組み込むみたいな概念もあんまり薄れてきつつでさらになんか何て言うんですかね 自分たちの,その業務用のモデルを作るっていうような開発とかって出てくるんじゃないかなって私はなんとなく思っていてですね、まあ、それが自然な話なんじゃないかなというふうに思っているのでな,なんですかね、まあ、だからすごいモデルを,デルを作ろうってう意味ではないんですけど、まあ、どういう使い方ができるのかってやっぱり、まあ、どうしても私の場所の,あの目的の話から入っちゃうんですけどあの考えていかなきゃだしそういう視野を持たなきゃいけないんじゃないかなってなんとなく私としては思っています。 ありがとうございます残りが10分ぐらいになってきたんですけども今のところ1点だけ補足させていただいていいですか、はい、いや山田さんのコメントまさに本当にその通りだなと思って、えっとまあ、その業務に特化したモデルがいずれに必要になってくるこれは、えっと、米国、韓国のトレンドを見ると間違いないです。で日本今年この流れ来るんじゃないか って話に至ったんですけどなかなか来ななな来くてでなぜかというとそれはラグがあの必要以上に深刻化されて流 <laughs> 行ってしまったとっいうところだけなので多分この後の流れとしては来ると思いますというところと先ほどあの大きなモデルを作る必要がないんじゃないかと話されてましたけどまさにこの話もあって LLM と対比する言葉として SLM はスモールな ランゲージモデルという言葉が出てきてきます。あの専用モデルを作る際は LLM である必要がない可能性が高くて SLM という言葉もぜひ注目していただけるといいかなというふうに思いますありがとうございます,ですから残り10分ぐらいになりますけれどもあの会場の皆さんから何かこれ聞きたいみたいなものがあればお受けできればなと思っておりますがいかがですか非常に上げにくいとは思いますが いですか大丈夫ですかでははい何かお話し足りないことはありますか <laughs> なければ。 今後の展望みたいなところもお話ししていけたらいいかなとは思っておるんですけども先ほどあのまあ課題みたいなところでどのような業務領域で使ったらいいのかわからないだとかあのまあチャット GPT 使われた方々にはあの非常にあるかなと思うんですけどあのなんとなく使えそうなのはわかるんだけど自分が想定しているアウトプットになるためにチャット GPT にはどういう指示を出したらいいのかわからない。 ププロンプトががかからなないいいみたいなちょっととコツがいるよねだとかあと最後自社データみたいなところがあるかなというふうに思ってますとで、まあ、ここら辺を活用していくという中で、まあ、今トライアルを経てですね、まあ、実際に業務適用を JAL さんの方でもさせていただいていてあのまあ各部門の方々へのサポートっていうところ、まあ、強弱あったりあの一律にはいかないよねみたいなところで、まあ、ちょっと一緒に試行錯誤させていただきながらあの進めさせていただいているところではありますけども。 まあ、あの山田さんの展望として、まあ、この生成 AI との今後のまあ向き合い方というか、まあ、あ BPR というところが中心であくまでも手段であるというところはです、ね、あのまあ共通認識としてやらせていただいているようなところではありますが、まあ、今後のちょっと展望みたいなところをです、ね、お話しいただけたらなと思うんですけれども、いかが生成 AI というのはまだまだやっぱ 夢のツール感夢の技術感がすごくあってなんとかしてくれるんじゃないのみたいな感じになってるんですよね。で弊社としてもなんかそんな考え方がまだ大半で,でそれをなんとか変えていかなきゃいけないなと思う中でやっぱあの自分たちでやってもらう。あの が大事かなと思ってるんで、まあ別にあのでだからと別に私はこのアリを売り合いわけじゃないんですけど <laughs> まあそういう視点とか発想で大事なのかなというふうに思ってますで今日ちょっとあの、まあ、編集の都合上落としたスライドにもあるんですけどやっぱこの自分たちでやってもらえるとあのさっきのアリのアプリがですねできてもできなくてもやっぱ納得感があるんですよね。誰かが作っっててくれるものって ダメじゃんってダメ出しできちゃうんですけど自分たちでやってダメだったものはちょっとさっきの UI が使いにくいとかともかくとしてでやってみたけどダメだったっていうのは自分たちの責任なのである意味納得感があるしそんなもんなのかって理解してもらうとこがあるのでなんかまあ,まあまあそれはアプリの事例になっちゃうんですけど何て言うんですかねちょっとあの一般ユーザーの皆人たちの生成 AI とかに対するなんですかね見方の解像度を変えあの上げていきたいなとは 思ってますしなんかそれせっかくなんで技術は使えた方が使われ技術に使われるよりも技術を使う側にいたいな開発は私はしないし弊社としても別に開発はしてないんですけどやっぱ使いこなす側にいたいなと思うのでそういう意味では何ですかねあ,のそこをきある意味では履き違えないようにですね一方でなんかすごくなんか技術オタクみたいになっちゃってる人も社内にいなくはないんですけど、うん、私 S n s u さんだったら、そこをもっと追求して頑張れよって言うんですけど、うちは別に技術を開発している会社ではないので、なんかそこをですか、ね、かといって別にゲストになりすぎず、うん、かといって開発する側になりすぎず、なんか何に使っていくんですかとやっぱりちょっと追求していきたいなと思って、その考え方はどんどん、まあ、別に BPR の流れに限らず、なんか私の力の及ぶ範囲で植え付けていきたいなとは思っていまますすありがとうござありがとうございます。 豊島さんはいかか。がですか、まあ、まさにあの今どういったサポートを一緒にやらせていただいた方がいいですかねっていう中で例えば今あったように、まあ、AI を使いこなすその研修みたいな形ワークショップみたいなものも一緒にやらせていただいてみたいなお話もあったりすると思うんですけどどうですかね。 スライドのどこかで山田さんからのコメントもあったかと思うんですけれどあの単純にありを入れていくだとやっぱりうまくいかないんですよね、これあリに限らずあのツールを入れるとかモデルを提供して終わりっていうベンダーと組むとなかなかやっぱりうまくいかないですとで、えっと、うまく現場にインプリしていくために、えっと、サポート体制 であったりとか運用体制みたいなことが確実に必要で、あの今の山村あのえっと今村の話の通り、我々も今速攻急ぎ組み立てているところです。しじゃるさんと一緒に検討させていただいているところです。あの、是非ですね。あの協力させていただきながら、あの良いありの使い方、運用の仕方、そして効果を最大限に出せるような。 あの仕組みというところを整えていければなと思っていますのでそこについては引き続きチャレンジしていきたいなというふうに思っていありがとうございます、はい、ではそうです、ね、残り3分になりましたしあのお昼混む前に終われればなと思いますので、はい一旦ですね、あの本日、弊社の,あのセミナー以上とさせていただければと思います。長時間にわたりりままししてごご聴ありがとうございました